私はパニコ、22歳です。以前は両親と一つ下の妹ななみと4人で一緒に暮らしていて、私たちはどこにでもいる普通の幸せな家族でした。ななみは正義感がとても強い子で、小学校で嫌がらせを受けている子の身代わりになったり、車にひかれそうになってる猫をかばって大怪我したりするような、そんな子。ななみと私は仲良し姉妹でした。ところが父が数年前に事業を立ち上げ大失敗。父に多額の借金ができ、私たち家族の間の溝が深まっていきました。ちょっとあなた、また昼間から飲んでるの？借金があるのに仕事探しはどうしたのよ？うるせえ。それより酒、買ってきやがれ。なあ、もう、あなたと一緒の家にいると気がおかしくなりそう。私出かけてくる。酒なら自分で買ってこいっての。なんだと？俺の命令は聞けないのか？父は酒に溺れ、そんな父とよく喧嘩するようになった母も、いつしか家事をしなくなり、遊び歩くように。もともと後先考えない破天荒なところがあった両親だけど、ここまでひどくはなかったのに。しかも、生活費と父の酒代、母の遊ぶためのお金で、借金はますます膨れ上がっていく。七海も、両親が毎日怒鳴り合いしている姿を目の当たりにして、すっかり精神がやられてしまい、毎日私の前で涙していました。だけど私まで弱っていたら何も変わらない。姉の私がしっかりしなくちゃ。また前のような家族に戻りたいと考えていた私と、そして七海もアルバイトの時間を増やし、ほとんどの給料を両親に渡しました。本当は私にはイラストレーターになりたいという夢があったけど、今はそれより家族のことの方が先決。夢はいずれ絶対に叶えてみせるしね。ところがある日の夜、私がいつものように夜バイトから帰ると、ななみちゃん、今日はななみちゃんの大好きなハンバーグ、お母さんが久しぶりに作ってあげる。ななみ、後でお父さんと散歩にでも行こうか。ななみと話したいことがたくさんあるんだ。連日罵声を浴びせ合っていた両親がニコニコとななみに話しかけていました。な、何があったんだ？恐る恐る両親に、あ、お父さん、お母さん、ただいま、言うと、ああ、あんた帰ってきたの？成人したのにいつまでうちに座る気？は？ああ、七海はこの先もずっとうちにいていいんだからな。七海は俺たちの娘なんだから、あいつはどうでもいいけど。な、何それ、ひどい。私が成人してもこの家にいたのは、両親に稼いだお金を少しでも多く渡して借金を返済してもらうため。両親はお互いに罵声を浴びせることはあれど、今まで私とナナミにひどいことを言ってくることはありませんでした。私とナナミがこの家の生活費を稼いでいたからね。両親がなぜ突然私にだけひどいことを言ってくるのかわからず、思わずその場に立ち尽くして固まっていると、ほんと、あんたいつまでこの家にいる気なの？さっさと出て行きなさいよ。な、ナナミ？なんとナナミまで私にそんなことを言い始めたのです。この時から両親はナナミを溺愛して、私のことをけなし、ナナミもお前の顔なんてもう見たくない、早く出て行けと怒鳴ってくるようになりました。この数年間、この家の生活費を稼ぎながら喧嘩する両親を見て弱っていくナナミのことを私なりに支えていたつもりでした。この仕打ちはあまりにひどすぎる。そうして私は数日後、言われた通り家を出て行くことにしたのです。出て行く日はくしくも私の誕生日の翌朝。住まいはこれから決めるとして、一旦宿泊する格安のゲストハウスにチェックインしてバイトに向かう予定でした。3人にも自分の誕生日の翌朝に実家を出ていくことを伝えたんですが、私が家を出ていく前夜、私の誕生日当日、父はいつものように外へ飲みに、母は遊びに、七海はバイトへ出かけていきました。おそらく3人とも帰ってくるのは深夜になるでしょう。最後の晩くらい、家族みんなでご飯を食べようと言ってくれるかもと淡い期待を持っていた私でしたが、そうよね、やっぱり一人ぼっちか。目の前にあるのは一人分のディナー。自分で作ったもやし炒めを食べてみたけど、寂しくて寂しくて味がしない。この数年間、家族のために自分なりに頑張ってきたつもりだったのに、悔しい悔しい。絶対に幸せになって、あの3人を見返してやる。
大量の悔し涙を流しながら一人で食事していた時、突然家のインターホンが鳴りました。玄関のドアを開けると、そこに見知らぬ男性が立っていて。夜分にすみません。お姉さんですか、このお宅の。え、はあ。私、パニコレ出版のものでして。そう言って、アツシさんは私に名刺を渡してきました。パニコレ出版って、超大手の出版会社じゃない。しかも、社長？なんでそんな人が、うちに？実は、あなたのイラストを拝見しまして、我が社の専属イラストレーターとして、お仕事してみませんか？は？あまりに唐突な話に、かなり疑ってしまいました。そりゃ、SNS にイラストをいくつか載せているけど、家に直接こんな仕事の依頼をしてくるなんて、おかしいでしょ。しかも社長自らって、ありえなくない？とてつもなく、この、アツシという人物が怪しく思えてきて、私はお断りしますとだけ言い、玄関のドアをさっさと閉めました。ただ、本当にあの人がパニコレ出版の人なのかどうしても気になったのよね。私はホームページで調べたパニコレ出版の電話番号へ電話を入れてみました。すると電話に出た人は、私が社長から専属イラストレーターになるオファーをもらっていることを把握していて、一度パニコレ出版に来てほしいとまで言われたんです。これって本当に本当の話なの？パニコレ出版の専属イラストレーターになるなんて相当すごいことです。その翌朝、私は予定通り実家を出て、ゲストハウスにてチェックインを済ませ、バイトを終えた後でパニコレ出版に行きました。こんにちは、お待ちしておりました。私が専属イラストレーターだなんて、本当の話なんですか？え？そりゃ本当ですよ。冗談でこんな話しません。私、てっきり騙されてるのかと。それから私は社宅で暮らしながら、パニコレ出版の専属イラストレーターとして働くことが決まったんです。有名な大手出版社の専属イラストレーターということで、それなりに仕事も舞い込んでくるようになりました。アルバイトを辞め、会社で打ち合わせをし、自宅でイラストを描きまくる、そんな日々を送っていました。時には寝ずに仕事をすることもあり、大変なこともあったけれど、私をコケにした両親と斜めを見返すためだと思ったら、全然へでもなかったわ。そしてあの日も、会社に来るように言われて、オフィスのあるビルへ行きました。しかし、出版社のビルの前に、パニコ！パニコったな、久しぶり！え？おう、パニコ！なんで？なんと、父と母が立っていたんです。あなた結構売れっ子になったんですね。さすが私の娘だわ。は？もうすぐうちの借金を全額返済できる当てができるんだよ。まだこのことは、七海には内緒にしておいてほしいんだが、また家族で一緒に暮らそう。お前が家に帰ってくれたら、お父さん安心してまた起業できる。今度こそ成功するから協力しろ。パニコのイラストを使って家族で大儲けしましょう。パニコはもともとこの会社のものじゃない、私たちのものよ。そしたら借金完済できる上に大儲けできるぞ。何この人たち、都合良すぎるでしょう。あなたたちのせいで私がどれだけ辛くて孤独な日々を送っていたと思ってるの？いきなり手のひら返してきて、ふざけんなこの野郎。最低、二度と私の前に現れるなこの底辺が。そう怒鳴ると、ビルのエントランスホールにあるエレベーターの中へ駆け込みました。奴らも追ってきたのですが、受付の人に引き止められて、さすがに中まで入れず、エレベーターのドアが閉まる間際、あの毒親たちが、待てパニコ、せっかく私たちが家族に戻るチャンスをやりに来てやったのに。あいつ、誰が今まで育ててやったと思ってんだ、と言っているのが聞こえました。何なのやあいつら、今更こんなところまで来て。その後私は息を整えながらオフィスに入ったのですが、今日は打ち合わせではなく社長室に行ってくれたのこと。言われた通り社長室に行くと、失礼します、社長、お疲れ様です。オフィスで社長室に行くように言われたんですが。ええ、パニコさんにお願いしたいことがありまして。驚かないで聞いてほしいんですが。驚かないでと言われたけれど、無理でした。まさか私の知らないところでそんなことになっていたなんて。アツシさんのお願いをもちろん聞き入れることにした私。そしてあいつらにしっかり自分のしたことを反省させるべく、私は立ち上がったのでした。
翌週の日曜日、アツシさんに言われた通り、私はとあるホテルに行き、ある部屋のドアをノックしたんです。ドアが開くと、あ、お姉ちゃん？なんであんたがここにいるの？サラ、俺たち家族の幸せを邪魔するな。中にいたのは、両親とナナミ。ナナミは一瞬うつむいた後で、二度と私たちの前に現れないでと言ったんですが、ナナミ、お父さんとお母さんの前だからって、もうそんなお芝居をしなくてもいいんだよ。突然声がしたかと思ったら、私の後ろにアツシさんが立っていました。私も聞いた時はびっくりしたんですけど、実はアツシさんとナナミ、今度このホテルで結婚式を挙げるんですって。で、アツシさんは両親とナナミに結婚式の打ち合わせをするから来てほしいとここに呼び出したみたいなんですけど、それは真っ赤な嘘。本当は今日私と3人合わせるのがアツシさんの目的だったんです。ナナミ、全部アツシさんから聞いたわ。お父さんとお母さんがうちの借金を私に肩代わりさせようとしていたのを知って、あなたがわざと私を実家から追い出そうとしたこと、両親にもそうするように言ったこと、そして自分の婚約者であるアツシさんに頼んでパニコレ出版の専属イラストレーターとして私を雇ってほしいと頭を下げたことも、自分一人でうちの借金を何とかしようとしていたこともね。一人でって何それ。結婚式が済んだらアツシさんにうちの借金を一括で返済させるって約束だったら、ナナミどういうことだ。そうよ、だから私たち今までナナミにもアツシさんにも兵暮らしてたっていうのに、アニコに借金の肩代わりをさせるのもなしにしろって話も全部受け入れたのよ。ナナミはそういう風にあなた方に言っていたみたいだが、ナナミ自身は俺にそこまで迷惑をかけられないと言って寝ずに働いて金を稼ぐつもりだったらしいですよ。そしてアツシさんは父と母を指さしてこうナナミに言ったんです。ナナミ、お前は間違ってるよ。お前がこの人たちの過ちまで全部背負うのは違う。お前がすべきなのはこの人たちに自分の行いを反省させるために、この人たちと縁を切ることなんじゃないのか。だって私どうしたらいいのかわからなくて。ナナミがその場に泣き崩れました。ナナミ、なんで一言も相談してくれなかったの。お姉ちゃんに相談したら、お姉ちゃんは優しいからきっと家族のために借金の肩代わりを引き受けちゃうんじゃないかって思ったの。私はお姉ちゃんにイラストレーターとして成功してほしかった。お姉ちゃんの夢は私の夢でもあったから。ナナミ、この野郎、ふざけんじゃねえぞ。借金取りにもすぐに完済できるって約束しまってるんだぞ。ナナミ、あんたが借金を肩代わりしなさい、約束したんだから。明日にでも借金取りにあんたを引き渡して。黙りやがれ。二人は短い叫び声を上げて後ずさりしました。やっぱり今日全てをあなたたちに話したら、今度はナナミに借金の肩代わりをさせようって考えると思ってましたよ。俺が絶対そんなことはさせません。うちの会社の弁護士にも相談済みです。あなた方がそんなことをできないように、もうね、マーチは全部済んでる。なんだと。あなた方とは縁を切らせていただく。それでいいよな、ナナミ。ナナミがアツシさんの言葉に一度こくりとうなずくと、冗談じゃねえよ。じゃ、借金返済はどうしてくれるの。とそこで両親がナナミにつかみかかろうとしたんですが、アツシさんがそれを阻止。さらにその瞬間、外でずっと聞いていたんでしょうか、ガタイのいい男性が数名入ってきました。おそらくこうなるかもしれないことを予想して、アツシさんが呼んでいた助っ人なのでしょう。あませ、あましやがれ。パニコ、ナナミ、どうにかしろ。今まで自分を育ててくれた親を見捨てるっていうのか。そうよ、あんたらのせいで私たちこれから大変なことになるかもしれないってのに。自己中で勝手な言い草に私たちは呆れてしまい、お互い顔を見合わせため息。もう話をしていても埒が明かないので、とっとと帰ることにしました。言うべきことは言ったし、その後の対処は弁護士にお任せするし、この人たち日本語通じないしね。アツシさんに促され、アツシさんとナナミと3人でその部屋を出るとき、私は2人にこう言いました。私たちをここまで育ててくれたことは感謝してます。だけど当然のように実の娘に借金肩代わりさせようとしたり、実の娘を使って大儲けしようとしたり、そんなの親って言わねえんだよ。それに
借金はあなたたちが作ったものでしょ。私たちのせいにしないで。両親は言い返す言葉が見つからなかったのでしょう。屈強な男たちに押さえつけられながら目を泳がせていました。それからは厚さんが全力で私と七海を守ってくれたため、両親に私たちの所在が知られることはありませんでした。そして数年後、借金取りによってあの毒屋たちが中東のどこかの国の奥地に飛ばされたことを聞きました。言葉も文化も違う国で仕事をし、こき使われ、生きた心地がしない毎日を送ってるんですって。まあ自分でやらかしたことの尻拭いは当然でしょうね。さて一方の私たちはというと、あれから私たち姉妹はよく一緒に出かけるようになりました。七海の結婚式に私ももちろん出席披露宴号泣しちゃったな。そうそう、厚さんと七海の新居にも遊びに行ったんですけどね。結婚式で話してた二人の出会いの話、思わず笑っちゃったわよ。電車の中でおばあさんに同人席を譲って喧嘩したのがきっかけだなんて。私が譲るって言ってるのに、厚が、いやいや俺がって強情なんだもん。だって俺が最初におばあさんに気づいたんだからな。違うって、私はおばあさんを見た瞬間声をかけたんだから。俺がバッグに文庫本しまってる間に七海が声かけちゃうんだもん。俺の方が行動を起こしたの先だし。微笑ましい似た者夫婦ね。それにしても二人ともありがとうございます。私二人にイラストレーターになる夢を叶えてもらったから。それは違うよお姉ちゃん。え、お姉ちゃんに才能があったからよ。そうですよ、確かにきっかけは七海だったけど、当然それだけではマニコさんうちの専属になんてできませんでしたよ。そうそう、これからもお姉ちゃんのファン1号として応援してるからね。あ、ファン1号は俺だし。あのね、私は小さい頃からお姉ちゃんのファンだったの。でもストップありがとう。私二人が末永く幸せでいられるよう祈ってます。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。